西部の山川穂高31がフリーエージェント FA 宣言をするかどうかが注目されていますその中で中日が獲得に向けて早くも方針を固めたという報道があります2年連続再開からの立て直しを遂げるために打線の強化が絶対的な優先事項です山川には常に傷があるかもしれませんが元本塁打王が FA 市場に現れるなら中日は手をこまねいているわけにはいきません 他の球団関係者たちも、中日は何が何でも山川を獲得しようとするだろうとの見方を広めています。オフが始まったばかりの時立浪和義監督54は友人に山川の獲得について問われ、即座にこう答えたと言われています。立浪監督が山川穂高の獲得に意欲的であるのは当然のことです。中日はここ数年、打撃力に悩んでおり、 立浪監督は現役時代に通算2480本の安打を記録した実績を持ち就任時には打つ方は必ず何とかしますと自信を示しましたしかし2年連続でチームの得点と本塁打数がリーグ最低で低迷しており打線の改善が急務です中日のチーム防御率はセ・リーグ2位であり攻撃が向上すれば上位進出が可能です今期 石川貴也や細川誠也など新たな打者が台頭しましたが、ライアン・ビシエドが力を失いつつあり、長距離ヒッターの補強が不可欠です。山川は今季開幕直後に女性問題が発覚し、シーズンをほぼ棒に振りました。それでも辰波監督は山川の獲得に前向きな理由があります。来年は山川の3年契約の最終年であり、もしチームが B クラスに低迷すれば、 立浪監督の身体が問題になります次期監督候補が複数名いる中で成績を残すことが非常に重要ですしかし立浪監督は今オフにコーチ人事で2つの挫折を経験しています一つは PL 学園高校の2学年先輩である清原和博氏の入閣が実現しなかったことです清原氏は巡回コーチとしての指導を希望していたが覚醒剤事件の影響と健康面の懸念から実現しなかったようです 立浪監督のもう一つの挫折は、PL 学園高校出身の後輩である福留孝介氏46を、2軍監督に任命できなかったことです。来期のコーチ陣の発表では、立浪監督と PL 学園高校の同期で、盟友の片岡敦史氏がヘッドコーチに就任することが早くから決まっていましした。たたそののめ、立浪監監督督は空席となった二軍監督のポジションを福留氏に打診しました。 PL 学園高校では上下関係が非常に厳格であり立浪監督から福留氏へのオファーも強引な調子だったと言われていますしかし福留氏は断固として受け入れなかったと言います福留氏自身が中日の監督候補でもあるため来季も苦戦が予想される状況で立浪監督との協力を避けたかったのでしょう 福留氏は子供の頃に中日のキャンプで辰波監督を見て憧れて PL 学園高校に入学したことがよく知られていますが中日入団後は山崎武氏その後楽天などに移籍を尊敬していました山崎氏が二軍監督に反対したことも影響しているようです辰波監督にとって理想的な組織編成が実現しなかったため選手補強に関しては自身の希望を譲ることが難しくなっています 最終的にプレーするのはコーチではなく選手ですそのため山川穂高の獲得には真剣に取り組むことでしょう2年連続最下位に沈んだにもかかわらず辰波監督は球団から高い評価を受けていますその理由はお金に関連しています2022年オフに放出した京田洋介 dna 今期推定年報5000万円や安倍久喜楽天 今期推定年俸6500万円は中日の野手と比較して高年俸の選手でしたりに石川など年俸の低い若手選手を起用しコストを削減しましたさらに今期は観客動員も増加し中日の人気を再び高めました チームの成績は振るわなかったかもしれませんが、経営面での貢献度は非常に高いと評価されています。この2年間の実績に基づいて、立浪監督は中日のバックアップに自信を持って山川穂高の獲得に取り組んでいます。しかし、問題は山川がまず fa 権を行使しなければ始まらないことです。さらに fa 宣言しても、中日への移籍は容易ではないでしょう。女性問題が発生する前に。 ソフトバンクは移籍候補として名前が挙がっていましたが国久有勇新監督が就任しても右の大砲が必要とする状況は変わりません西武も山川の残留を望んでいます今日は資金力に制約があるため山川はパ・リーグの球団で指名打者 DH 制度があるという希望があるとされています通219勝を挙げた現忠実投手山本雅史58は かつてのチームメートである立浪監督を次のように評価しています。選手としての立浪は絶対に失敗しない人でした。はこのままで終わるような人間ではありません。彼が特別な運命を背負っているのではないかと思います。山川の去就を決定づける重要な局面に、現役時代の経験や力がどれだけ影響を及ぼすのか、注目されています。根本的な改革をするわけではない。とりあえず目先の勝利を得られればよい。 のであれば中日が山川を獲得しチームののの目玉とととすするいいうのも一つの手だとは思います山川本人にとっても優勝争い常連のチームで厳しい目にさらされるよりは下位に沈みがちなチームでチームを押し上げる役割を担う方がファンの納得度も期待値も上がるのではないでしょうか阿部との交換トレードで阿部よりも年俸の高い枠位を取ってきたのに本当にコストカッターとして評価する人が球団内部にいるとも思えないんだけどね。 まあ不起訴だったわけだし、正直一番の補強ポイントなのも間違いのない話だから、別に現場を預かる監督としては、戦力として山川を欲しがるのは当たり前の話だとは思うけどな、立浪ドラゴンズはすごいな、W。もうとことんこの路線で狂い切ってほしい。山川も中日に行ってネタキャラとなることで食材する覚悟なら、ライオンズファンも FA 流出は納得でしょう。あっさり SB 域で決着するような気もしますが。 タッツの心意気や良しし今後に注目しています自分が西ブファンなら山川が残ってホームラン打つたびあのおちゃらけたパフォーマンスをやられてもしらけるだけだなむしろ FA で出て行ってくれれば若返りとコストカットができた上保証の選手も見込めるし仮に低迷しても再建期間と捉えれば思い切った采配もできようどうせ行くなら中日じゃろくな見返りは期待できないだろうし。 ホークス言ってくれた方が良いと思うけどな女性問題かあっても山川を取りに行く立浪さん自身も2世タレントと泥沼の不倫関係を起こした過去がある今ほどスマホの時代ではなかったので世間ではあまり知られていないもちろん種類は違うが大きなスキャンダルを起こしたことは一緒だ言い方は悪いが共通点がある立浪さんは山川の今の心情がよくわかるのかもしれない 山川が宣言すればの話であって、まずは手前の石川、細川の和製大砲を育て上げるのが先決。セカンド、ショートもこれという選手をある程度決めた方が良いと思う。結局どれもこれもで、またドラフトで内野手を多く獲得ではな外野に回せば良いというのも確かだが、それと、そろそろ大島の後釜も必要だろう。まあ、勝つために手段は選ばない。というより。 選べないといととううことだろうが山川に関してはイメージは最悪だけど不基礎になったわけだし一応の区切りはついたというところはある何より実績は十分獲得すれば一塁に入るんだろうがビシエドの衰えもあってここは空席なりふり構っていられない現れか中日は過去には不祥事で他球団を退団した投手を 当初は打撃投手として採用し、後々選手登録され一軍で起用した前例がある。オールスター戦にまで選ばれて出場するまでに復活できたことは、犯した罪はともかくとして、それはすごいことではあった。